春の暖かな日差し、待ち遠しいはずの季節が、あの忌まわしい記憶を呼び起こします。憎んでばっかりで、こうそればっかりを、それを持って生きていくっていうのは苦しいばっかりやって、でも僕の中にはやっぱりこの執念でしか生きていけないっていう思いですかね。2012年4月23日、京都府亀岡市で登校中の児童の列に車が突っ込み、3人が死亡、7人が重軽傷を負いました。車を運転していたのは当時18歳の少年。無免許の上、連日遊び続けた末の居眠り運転でしたが、危険運転ではなく過失犯とされました。妊娠中だった娘の幸妃さんを失った中江義則さん、自動車運転過失致死傷罪ではなく、より罪の重い危険運転致死傷罪の適用を求め署名活動を行います。加害者はやっぱり逃げ切れるやろうけど、被害者のね、憎しみってね、一生消えないし、たまるばっかりなんですよ。憎むことより憎まさんといてほしい。司法の場に思いは届きませんでしたが、その後も無免許運転の厳罰化を求め、政府に何度も足を運び訴えました。命の大切さを伝える展示会を行ったり、学校や警察、時には刑務所まで足を運んで講演を行ったり、走り続けた10年でした。先生方にお助けいただきたい。ユキちゃんに買ってきたんで、最後僕はいつも朝飯にするんだけどね、残ったらいただきますって感じで。だから本当はこう自分の方向けるんですけどね、ユキヒをこう。仕事から帰宅した後は、ユキヒさんと2人の時間に。事故の後は精神的な負担から食事も喉を通らず、心労も募り、翌年には心臓病を患いました。それでも活動を続けたのは、娘との約束があったからです。葬式とかお通夜とか、まあそんな全て終わって、僕は寝てた時になんかふーっとユキがこう座ってて、声だけがこうバーッと僕の頭の中に入ってきたんですよ。で、お父さん10年間は混んどいてみたいなことを言うたという、だから10年頑張ろうという気になったっていう。でも10年経っちゃってどうしたの、もうユキのとこ行きたいけど行けへんやんって。別に死ぬのが怖くて行けへんわけじゃないけどね、まだまだやらなあかんことがあるのかなと思って、事故から10年が経った去年、中江さんは新たな挑戦をスタートさせました。苦しみ、憎しみ、絶望は今も形を変えながらこれからも続いています。犠牲者の苦しみを知ろうとしない、公正保護なんかに僕は価値なんかないと思っています。ほんまに必要な公正保護を、それは新たな犠牲者を生まない、出さないために目的とした取り組みを目指したいと思っています。中江さんが立ち上げたのは、犯罪加害者の公正保護を行う NPO 法人ルミナ。被害者遺族として感じてきた理不尽さや怒り、当事者だからこそ犯罪加害者に伝えたい思いがあります。立ち上げた理由は他にも。
自分の職場っていうのはやっぱり建設、そういうやっぱり荒くれの人間たちが必ずおるわけなんですね。もう分かってるんですよ、自分は。あ、こいつ前科もやなって分かってるし、それをこう自分の中でこう逃れることができないんですね。生きていくためには僕も。2年間の休職を経て、建設業界の仕事に復帰。仕事場で元受刑者たちと接することもあり、葛藤を抱えていましたが、考えを変える出会いがありました。たまにこう冗談言ったり、わざとこう雰囲気を作ろうとしている僕を見て、振り返ったら後ろで泣いてるんですわ、犯罪者がね。涙ボロボロ流してるんですよ。僕を見て悲し、かわいそうすぎるみたいなね。なんかほんで自分が情けなすぎるっていうのを言ったんですよ、僕にね。言ってくれたんですよ。そこら辺のつながりっていうか、気持ちの分け合いの中で徐々にこう芽生えてきたっていうか、生まれてきたものと、あ、どうしてもこの人を社会復帰させてあげたいっていうものとの出会いでもあるわけなんです。議長、NPO のメンバーには被害者遺族だけでなく、犯罪者の立ち直りを支える保護司や大学の専門家も参加しています。はい、よろしくお願いします。元受刑者の健太さん、覚醒剤取締法違反やひき逃げなどの罪で服役していました。刑務所の中で中江さんの活動を知って連絡を取り、出所後ルミナの活動に参加しています。自分自身それ連絡するも、自分も交通犯罪やったんで、まず話していいのかっていうのと、あとはほんまにまあまあ受け入れてもらえるのかっていうところもあって、でまあまあ迷ってたところもあったんですよ。でまあそれでまあまあ2ヶ月ぐらい経って、ああやっぱもう連絡しようっていうことで連絡させていただいたんですけど、すがる思いでほんまに。先月、健太さんのほか4人の元受刑者が集まりました。中江さんは更生保護を行うにあたって、元受刑者たちが抱える悩みを知りたいと考えていたのです。刑務所から出てきたってやっぱ温度差があって、やっぱだいぶ僕が思ってる以上に温度差があって、今仕事してる、まあ、ちょっときつめに言われたりとかする時も、向いたらもう言うたらもうしゃぶ中とかポン中とかって言われて、まあ、そこまで思わなかったんですけど、だから言われすぎると、あれもこれ何やれっていうことなんかなだから思ってきだして、で僕も実際やっぱまた手出してしまって、それでまだもう捕まったんですけど、やっぱ世間は冷たいなっていうか、やっぱ温度差がだいぶあるなっていうのはもうすごく感じて、悪いことをしまくっても行くとこまで行って、ただ落ち込んで一人で泣いてとか、やっぱ自傷行為とかしたりとかあって、でも抜けれへん、もう捕まるかまで抜けれへん状態だったんですけど、例えば自殺とか虐待のこととかの相談の窓口ってあるけど、僕犯罪者で苦しいんですって相談できる窓口ってやっぱないし、あんまりみっともなくて言えへんことでもあって、言ったらあかんのかしらね。社会復帰は絶対に出てからよ、そこで俺はこうそこでこう厳しく付き合っていきたいなと。再犯されたりしたら、俺ってもう何回殺されんねんみたいなぐらいな気持ちになるんやんか。自分で自分で踏み込んで俺の前に現れたんなら、とことんやり尽くしてほしいじゃないけど、絶対再犯してほしくないっていう思いがあるんで、辛いよお前らこれからみたいな、ちょっとプレッシャーみたいなのがあるかもしれない。泣きすぎたら言ってください。外の自由の新しい景色見てたら薄れていくことが多いんですけど、まあ、こうやって中江さんとかの話とか参加させていただく上で、自分自身がそうやって被害者感情を再認識させていただけて、まあ、ありがたい限りですね。気持ちが僕は中江さんに対して強いです。裏切りたくない、悲しませたくないっていう思いが強いですね。更生保護に力を注ぎながら、困っている被害者遺族がいれば休みを取ってでも駆けつけます。この日は事故で11歳の娘を失った男性に同行し、国会議員や官僚が集まる会に出席しました。今日ですね、ここに来たのは、助けてほしいということを言いに参りました。
私はですね、3年前に、私と、当時11歳の一人娘、青信号で、横断歩道ルールにのっとって渡ってました。そこをですね、赤信号無視の軽トラックに突っ込まれて、娘は即死しました。法律の不備を訴え戦う遺族、中江さんも同じ悔しさを経験しましたが、未だ苦しむ遺族は少なくありません。ほんまのほんまは被害者支援をやってるわけなんです。僕はね、ルミナは被害者支援なんですよ、加害者支援じゃなくて。結局少しでも被害者が心穏やかになれるように加害者たちに責任を僕は与えてるんですよ。それがルミナの僕は宿命を持ってからね。当たり前の日常を失ったあの日から11年、娘の無念が報われる日が来ると信じて戦いは続きます。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10をよろしくお願いします。